僕の名は水木瑠偉。数千年前の異世界大戦を勝利に導いた伝説の覇王の生まれ変わりなんだ。おっと、僕は奴らから呪いを受けている。だから僕に触るのはやめるんだ。君の存在をなかったことにされたくなければね。奴ら、この世界でも元気にしてるようだね。 僕は水木瑠またの名を、フォートレス・ザ・ウィザード。深淵の多次元世界より前よりし混沌の覇を。ふふ、完璧。ああい、いたのくっ、左目が、うずくパーフェクト・フォートレス・ザ・ウィザードだ み、見るな入り込むなー好きなゲームはね、同人ゲームの集約聖書シリーズだよ。どこがいいのかって、プレゼンは苦手だけど。とにかく、マックイーン先生は神、神中二病になったのは、確かに。 集約聖書のせいだけど。で、でも、出会ったことに後悔はないよ。だって、あれから毎日楽しいし。みんな、集約聖書のこと、中日中日って叩くけど、すごいじゃん。あんな設定、普通は思いつかないよ。 私が、レビュー書かないと。ふっふっふ。ついに来たぞ。カタストロフィーの幕開けだまだまだ僕は強くなれる。こんなところで終わらないみんな、僕から離れろこれが僕の真の姿もう誰も、僕を止められない。 そう。この僕自身にもだ天文館に映る世界が、また一つ鮮明になった。これでより、人の死を見ることができる。くっくっく。なんて素晴らしい力なんだ。死神の呪いを受けたこの僕にこそふさわしい。私に、会いに来た。ありがとう。 でも、別に私は、一人が寂しいってわけじゃないから、無理して構わなくていいよ。うん。闇が終わったか。この錆びついた肉体には、やはり岩石とミノタウロスの血を注いだ、漆黒の精水に限る。現在を背負った悲しき人類に許された一時の安寧。 闇夜に向けて魂の洗練をするのもまた、孤独な破壊心の使命。僕はね、夜が苦手なんだ。夜はね、虚無なんだ。虚無への誘いは、世界の停滞さ。だから僕は、光を逃がさない。まずい 天文岩の力が封じ込まれていく。なんという揚力だ。このままでは世界の連続性が途絶えて。ほう。あの男の暗殺か。奴らとの戦争も辞さないということだね。目をつむるだけで、新世界へのカウントダウンが聞こえるよ。ふふ。 現れたな。地獄寄りの使者、魔女め。あまたの魂を見送ったこの左目の力。今こそ解放するときあれが果てなしのミラーズか。生意気にも、僕の分身までいるようだな。だが、この世にフォートレス・ザ・ウィザードは一人で十分。あ、ごめん。 ちょっと考え事をしてて。何を考えてたかなんて聞かない方がいいよ。本当につまらないことだから。え今度の大型連休の予定ごめん。毎年その日はどうしても外せない用事があって、その日にしか会えない人がいるの。 似顔絵の、モデル私がうん、わかった。じっとしてるだけでいいのポーズは、必要ないよね。その漢字は、順番に、高梨、下の目、綿抜きって読むの。えっと、漢字は、 得意というわけじゃないけれど、たまたま分かって。無理。しんどい。なんだよ、この裏ルート。つずるすぎる。このクソデカ感情、どう抑えればいいの。う,う <laughs> お母さん、勝手に部屋に。 入った。あれを、見られた。もう終わりだよ。<laughs> 私、ずっとぼっちだったけど、セイラちゃんは、私の話をちゃんと聞いてくれた。こんなつたないのに、仲良くしてくれて、ありがとうだよ。 闇類は、私の理想なのかな。あんな風に強くて、かっこいい言葉で、自分の気持ちを表現して。恥ずかしいけど、憧れる。わめくなよ。思想が濃くなるぞ。哀れな子羊よ、安らかに。 ごめんよ。手加減するのは苦手なんだ。この力を使うことになるとはな。にゃんにゃんにゃーん。ふ <laughs> お前は本当にいい子だね。うん。猫になら普通に喋れる。この調子で頑張れば。 この闇類こそが、本当の僕なんだこれも、奴らの計画まさか、この姿を見せる時が来るとは。みんなから、クールな子って思われてる。十二秒がバレたら、終わり。あ、また妄想を。